皆さんこんにちは、GUM ダムの大成でーす。100の質問に答えてみたー。ありがとうございます。今からですね、ファンの皆さんからとかいただいた質問を NG なしで全部答えていきたいなと思っておりますので、最後まで見てください。よろしくお願いします。さあ、それでは、はい、質問の方いきたいと思います。はい。名前は大成と申します。血液型は A 型です。誕生日は2月24日です。出身は福井県です。あなたの職業は？アーティスト兼役者です。小さい頃の夢は？プロ野球選手でした。好きな食べ物は？ハンバーグ。苦手な食べ物は？水菜。好きな色は？ピンクです。好きなアーティストは？湘南の風さんですね。好きな漫画は？うわー、ナウでいきます。ブルーロックです。好きな映画は？七番坊の奇跡です。韓国のね、すんごい泣けるやつなんで、ぜひ皆さん。好きなスポーツは？野球です。好きな YouTuber は？東海オンエアさん。最近ハマってることは？ iPad でロゴとかを作ることです。好きな異性のタイプは？のごほんとしてる人が好みかもしれないですね。嫌いな異性のタイプは？1から10まで言ってくる人です。初デートといえば？僕は海かなと思います。浜辺でドライブです。告白するタイプ？されるタイプ？されるタイプです。今まで告白された人数は？そんな覚えてないよ。ちょっと30ぐらいじゃないですか。異性のドキッとする仕草は？こう作業するときにふとしたこの耳かけ、これはキュンとしますね。初めて好きになった人は？ T さんです。はい、初恋は、はい、 T さんです。初めてキスしたのはいつ？小学4年生ぐらいです。場所はどこ？向こうの部屋。小4 で？で、なんか勉強会しようって言われて行って、そしたら俺だけしかいなくて、なんかしようみたいな、いいよって。自分のチャームポイントは？笑顔です。はい。子供の時どんな子供だった？わんぱくでしたね。幼い頃から現在まで変わってないと思うあなたの個性は？ほとんど変わってないかもしれないです。見た目ぐらいかな、変わったの。人との接し方とかも変わってないですね。これが個性だと思います。似ていると言われたことがある芸能人は？山本美月さんは言われますね。女性やね。はい。そこ？あー、小池徹平さんとか。笑った時。将来住みたい場所は？福井県です。行ってみたい国は？いや、でもやっぱアメリカかな。1億円拾ったら何に使う？はい、土地買って駐車場を作るかもしれないですね。日常の中で幸せを感じる瞬間は？美味しかったりとか、痛かったりとか、眠かったりっていう、その感覚を自分が感じた時に幸せだなと思います。日常の中でストレスを感じる瞬間は？怒ってても怒ってなくても、めちゃくちゃ言われてる時に窮屈になる可能性があります。心が、その時にストレスが溜まるかもしれないですね。うん。アウトドア派？インドア派？アウトドア派です。ポジティブとはネガティブ？ポジティブ。ストレス発散方法は？パンチングマシーンですね。最近やって220キロぐらい、で、那須川天心さんが270、あと50キロ追いつけるかなと思って、ストレス溜まったらパンチングマシーン行こうかなと思ってます。今一番欲しいものは？車？親父の。ずっと言ってるんですけど、ベンツ。願い事が一つだけ叶うなら何？会えなくなった人に会いに行きたいですね。一番お金をかけているのは何？服だと思います。節約したいところはどう？食事ですかね。そこまで頼まなくてもいいのに頼んじゃってみたいな感じがあるので、そこを節約したいですね。地球最後の日に何をする？家族に会いに行きます。人生最後の日に何を食べる？ハンバーグ。タイムスリップできるならどうする？あれなんですけど、高校3年生の最後の野球の大会の第3打席目に戻りたいです。ほんの数ミリの差でファールになっちゃって、それをやり直したいっていうか、今でも覚えてるっすね、そこの場面を。自分を動物に例えるなら？でも犬ですね。ファッションのこだわりは？できるだけ冬の時期は厚着したくない。人生に求めるのは刺激おは平凡？
刺激です。自分を一言で表すなら楽しい。友達は多い？多いですね。友達に言われたことがある。あなたの魅力は？なんか人が寄ってくるみたいなのを言われたことあります。成績は良かった？成績良かったですよ。虫触れる？何の虫かによる。蜘蛛は触れるし、ゴキブリは無理やね。座右の銘は？無知の知。これはソクラテスっていう哲学者の言葉なんですけど、無知の知です。どういう人に憧れる？パッと先頭に立ってドンとこうゆっくり構えるみたいな、そういう人に憧れます。どういう人を苦手に思う？酔った時にめちゃくちゃ人格変わる人。自分なりの生活のこだわりは？最近はめちゃくちゃビタミン取るようにしてます。人生のテーマは何？笑って過ごそう、死ぬまではです。カラオケの18番お箱は？チェホンさんのベイビードンクライ。卵焼きは砂糖を入れる派？砂糖は入れないですね。目玉焼きにかけるとしたら？醤油。染めてみたい髪の色は？真っ白。今20歳若くなったら何したい？野球じゃないスポーツやりたいです。顔を交換したいと思った芸能人は？木村拓哉さん。必需品は？ iPods。 先生に言われて心に残っている一言は？まあ、高校の野球部の顧問の先生なんですけど、負けてたまるかっていう精神を常に持てって言われました。クラスの隣の席にいてほしい芸能人？左深きょん、右井川遥か、前篠原涼子さん。楽しいって前とか聞いてないです。武勇伝教えてください。切ったの3つあった。ストレス発散方法は？一緒。パンチングマシーンの。自分のこと好き？好きです。あなたの宝物は何ですか？ちょっと悲しくなっちゃうんですけど、トムの骨です。はい、愛犬の。はい。誠一の第一印象は？本当外国の方かなと思ってました。葵の第一印象は？無口なお兄さん。タカの第一印象は？めちゃくちゃ真面目なサラリーマン。キヨの第一印象は？めちゃくちゃ生きてるシティボーイですね。疲れた時何をして疲れを取る？サウナ入るか岩盤浴行くかですかね。生まれ変わったらなりたい名字はありますか？神道。神の道と書いて神道です。これから挑戦したい役を？恋愛系はやりたいですね。テニミュー出演のために努力したことは？そうですね、鉛もそうなんですけど、キャラクターをめちゃくちゃ愛して研究することですかね。何フェチですか？尻フェチです。どうして一人称がモガだったんですか？小さい頃なんですけど、自分で僕って言ってるつもりが口から発した言葉がずっとモガやったんですよ。で、親とかもモガって何みたいなことから始まって、でご飯食べてる時とかにもがももがもって言ってるから、これ僕って言ってるんだっていうところからもがになりました。過去でハマったドラマ？プリズンブレイクです。大阪を離れ個人で活動された大成くん。はい。ガムが恋しい時どうしてましたか？それこそガムの曲聴いてましたね。で、一番心にグッときたのはモーメントだったですね。不安解消法は？不安に思わない。そもそも昨日の夜ご飯何食べましたか？ペペロンチーノと若鶏のバター焼きとコンソメスープ的とサラダ。何歳で結婚したい？30までには結婚したいから。早く結婚したい。早く自分の子供をね見てみたい。ダメ。なんで？自分がよくやってしまう癖や仕草はありますか？股間の手入れのこと。女の子の好きな仕草は何ですか？届かないところを頑張って背伸びして取ろうとするときの頑張ってるときの顔。メンバーの中で付き合うなら誰？これは昔から俺言ってると思うけど、誠一君です。男らしい一面を持ってるからですかね。好きなサンリオキャラはいますか？調べていい？ケロケロケロッピー。え？ちょっとケロッピーの感じ出してみようか。一番好きなコーヒーはどこのですか？マックスコーヒー。うん、知ってます皆さん。うん、自販機とかに売ってる。うわマックスコーヒーっていう。はい。
極寒の筋肉か極暖の筋肉かどっちがいい？極暖。大成くんのパワーの源は？家族ですかね。役者をやりたいと思ったきっかけは何ですか？もともとそれこそその特撮っていう風なものに憧れまして、それを見てやりたいとは思ったんですけど、行動には移せなかったんですけど、まあ、結果アクロバットもこう練習してヒーローになれたらいいなって思ったのがそういうきっかけだったんで。大事にしているものは何ですか？つながりですかね。今ペットを飼うなら、まあ、あんまり飼いたくないんですけど、ショーガラブ飼いたいなとは思ってます。ガブで家族構成を作るとしたら、父聖地くん、母葵くんですね、うん、兄で高くん、次男坊僕、うん、ペットキヨ。しかもあんまり可愛くないけど。自分がイケメンだと実感した瞬間はいつ、どんな時？小学校の時に5人一斉に告白された時。テニスの王子様の中で一番似ていると思うキャラは誰ですか？戦国くんじゃないですか、これは、うん、普通のプライベートの時でもテニミのキャストの子たちと一緒にご飯食べてたりとか、うん、そういう時にまんまや、性格からいろいろ仕草とかってなって、もうめっちゃ似てるんだなっていう、改めて思いました。大阪でおすすめのラーメン教えてください。キリンジです。視聴者に一言。これはお願いかなと思ってるんですけど、見てくださってることはすごいありがたいことなんですけど、プラスアルファでやっぱり一つ二つぐらいのアクションをやっぱり起こしてほしいなと思っております。やっぱり YouTube だけじゃなくて、僕たちのコメント、 Twitter とか Instagram の投稿とかでもやっぱりコメントってめちゃくちゃ嬉しいんですよ。なんでその見るだけじゃなくて、ワンアクション、ツーアクション、プラスアルファでしてもらえたら嬉しいです。最後に言い残したことは？海の皆さん、久しぶり。この動画を見てよりなんか僕のこと知ってもらえたらなと思いますし、他のメンバーもやってるっていうことなんで、他のメンバーを見て知ってもらえたらなと思います。この動画が良かったら、面白かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメント、そして切り抜きよろしくお願いします。以上、10円ガムでした。ありがとう。え、あ、5人の告白ですか。でも本当にびっくりして、トイレ掃除中その言われて、掃除しながらめっちゃ考えましたもんね。羨ましいんだよ。え、なんで羨ましいんだよ。待てよ、バレ羨ますな。